おお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 お、おはようございます。寝坊しました。いやー、おお、かっこいい。ドラゴンボール、よし、今日はね、タイをね、乱獲したいと思います。最低でも5匹、まあ、うまくいけば10匹ぐらいね、釣りたいと思ってます。いや、なんか寝坊してよかったな。こういうのね、好きな人もいるんじゃないかな。今回はね、これトップチヌゲームでいきたいと思います。俺の最強TD ペンシル 70F やったかな。 TD ソルトペンシルとか、モアザン TD ペンシルとか、なんかすごいなんか名前の遍歴があるんですけど、要するに TD ペンシルです。値段だけはね、どんどん上がっていってますけどね。これね、今日の目標はこれでも釣ること。これをね、使っていきます。もうめちゃめちゃいるんですけど、これこれもうこれタイでしょ。背中見えてんの、タイでしょこれ。やば。河川のチヌトップゲームってめちゃめちゃチヌいるのに全然食わせれない、そういうイメージあると思うんですけど、いやいやいや、待ってくださいと、釣れすぎちゃうっていうのをね、見せていきますんで、まずはちょっとね、ルアーの動きを見ます。ちょっとね、あんまり良くないね。ラインがちょっと今日太めにしてるんで、どうかな。ま、いけるっしょ。さあ、いくよ。もういきなり来るよ、多分。あれ？あれ？おやおや？あ、これ来たでしょ。来るよ、来るよ、来るよ、来るよ。来るよ。おや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 、見えましたね。見えてるやつはね、釣れないってよく言うじゃないですか。あれはちょっと語弊があって、見えてないやつも別にね、釣れるわけじゃないんですよ。要するにルアーに反応する魚って割と少なくて、まあ10匹いて1匹反応すればいい方なんですよ。魚種によっては100匹中1匹ぐらいしか反応しないのもいるし、チヌに関してはね、まあ体感で言うと10匹に1匹ぐらいかな、反応するのは。反応してるね、反応してるね、こいつは反応してるね。おー、反応してるね。うわー、めっちゃ来るぞ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 。止めちゃダメ止めちゃダメ止めちゃダメ、俺の経験則上止めちゃダメで、さっき反応したやついるじゃないですか。もう一回反応する。君ですか、反応するのは。はい、来た。反応してる反応してる。君でしたね。君出してね。止めちゃダメ止めちゃダメ、よし、来た。よっ、来たー。あマジかよ、バカ、俺のバカ、なんでバレんねん。もうやめてよそういうの。ほんと、もうこういう時に限ってバレるんだもんな。ちょっとね、ライン太いかなっていうのはあるんだけど、若干ルアーの動き殺しちゃってんだよね。君か。おやお、おや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 。ちょっとカラーを変えてみましょうか。絶対大事なことはスナップを使わないっていうことです。ここにね、ここに重さが乗っちゃうと動きがね、かなり殺されちゃうんで、お遊びはね、いい加減にしろっていうところをね、見せてやりたい。うん、いいね。ちょっと軽くするだけで動きは劇的に良くなりますね。これでもダメならラインをね、細くします。いや、そこにいるの届かないな。ちょ
ちょっとラインやっぱ細くするかな。PE のね 0.35 にしました。いやね、まさかね本気を出すことになるとは、ね、あ死ぬかと思った。はい、そこ。あ、動きがいい、格段に良くなったね。これですよ、これ。そろそろねお遊びはいい加減にしろっていうところをね見せてやりたい。テイク5、上陸かな。あー、ついに来てしまったか、秘密の場所に。あー、ここ秘密なんだけどな。おー、来た。おーしゃー、なんだなんだなんだこれ、わかんないの来た。なんだこいつ、なんだ、チヌじゃねえぞ。ジーバスさんでしたね。今日はね君じゃないんよ。流れ込み投げてみますか。さあどうだ。うわー、これシーバスじゃねえ。またすげえいい食い方したけど。おおおおおお派手。何してるんですかシーバスさん、こんなところで。あ、いいですね。おお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 お、いやいや、シーバス来るとはねちょっと思ってなかったね。届くかなこれ。うわ、うん、やっぱライトタックルで釣るシーバス、わやば。ちょっと難しいんでスロープ行くか。ほら場所荒れちゃったじゃん。このチヌ釣るつもりだったのに。ええー、よええー、よ。おい、シーバスやん、コンディションええやん。あ、ちょっと想定よりでかかったな。おいしょー。あいやー、あーいいシーバスだよ。60あるでしょうね。いい出方したね君ね。ほいほいほい、行ってこい。ありがとう、ド派手だったぜお前。最高。さあ気を取り直してチヌを釣ります。反応するやつ少ないね、マジで。なんでだろう、水温がまだ高くないのかな。めっちゃ分からされたらヤムチャみたいになっちゃった。こんなはずじゃなかったんやけどな。この辺りはどうかな。あ、いる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 。し、この辺でねそろそろ勝負つけたいね。さあこれ、ここにね、チヌの群れがいます。この中に1匹か2匹ぐらいね反応すると思うよ。反応してる反応してる、めっちゃ反応してる、めっちゃ反応してる。うわ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 、反応してるよ反応してるよ。来た、え、はい来た来たけど全然暴れんぞこいつ。来たね、走らんと。釣られたことに気づいてないと思う。え、おー今気づいた。あ、いいいい追いかけっぷりやったね君ね。おーおーおー、ガン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 、クイクイクイやる、クイクイやる、クイクイはいかんって、クイはいかんって。よし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 、今さらスイッチ入ったって無駄だぜ。おーおー、いや無駄じゃなさそうなの。あ、めっちゃ強いやんか、やっぱやっぱめっちゃ強いやんかお前。はいやはいやはいやはい、あーかんかんかん、クイがある、そこはクイがあるんだって。クイが見えてるから、そういかん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 、危ない危ない、クイの下入られとって危なかった、終わっとったな。群れ全体の反応はそんなに変わらないかもしれないけど、やっぱね個体数が多かったんで、やっぱその中には反応するやつがいるよね。いいでしょう。
おいしょー、あーやっと取ったよ。いや、いい血ぬじゃん。見てください、この歯よ、歯の歯、やっぱ血ぬってさ、タイの絵いないのかな。いないね。4号って感じだね。さようなら、バイバイ、ありがとう。ライトタックルで楽しむチヌって最高だよね。わー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 、こいつ、いるんじゃない、何もするやついるんじゃない、ほら、来た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 、パフって言ったね、パフって言ったね。まだね、まだこいつね、気づいてないよ。寄ってきてるでしょ、こっからっすよ、こっから、こっからあって思ったらね、ほら来た、ほいー。だいたいね、こういう河川のところって病気してる、治療のために上がってきてるやつもいるんだけど、こいつら綺麗だね。よしよしよし、おー、よいしょー、いける、いける、おっと、はい、入った入った、はい、はい、これも4号ぐらいですね。クリッパ、タイの絵チェック、いない、まあいないよね。はい、バイバイ。反応してくるやつ、スパッと反応してくるんだよね、やっぱ。さあ、どうかな、この辺。しつこく来るぞ、しつこく来るよ、止めちゃダメ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 、くわえろ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 、くわえてくれ、頼む、くわえてくれ、くわえてくれ、くわえてくれ、よいしょー、よっしゃ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 、ちょっと小ぶりになったけど、あ、いいチヌだ、綺麗。ひょっとしたら水温が上がってきてくれたおかげかもしれないね。おい、あ、バレちゃった、あー、まあいっか、オートリリースで、もう失敗しちゃいましたね。じゃあね、せっかくなんであれ言っときますか、セミをね、ぶん投げてみたいと思います。セミでタイは釣れるんでしょうか。動きはね、めちゃくちゃいいよね。このタイプ釣れるでしょ、めっちゃ釣れそうやん。動きはね、すごいいいんですよ。パタパタパタしてる、釣れそうな感じが出てる。これ釣れるっしょ、特にね、反応する魚だから。そうだけどね。うわわわわわ、すごい勢いできた、なんかすごい勢いで追ってきたけど、なんかちょっと急ブレーキかけたね。ちょっと怪しかったのかな。さあどうだ。あ、来るか来るか。反応してるか反応してるか。来たー。うわー。腹筋がね、トレブル1個なんで、あとボディがね、丸っぽいんで、ちょっとフッキングしづらいかなっていうのはあるんだよね。セミでタイを釣る、達成できそうじゃない。ここまで釣れないならね、意地だよね。絶対釣るまでだってやる。ここら辺はどうかな。諦めの悪い男、めっちゃ黙ってんじゃん。見つけた、ここならね、いけるでしょ。輝けセミ、俺のセミに反応してくれ。いけると思ったんやけどな。来た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 、あ、あ、食って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 、あ、食ったのに口に入らんやつ。俺のセミ輝いて、セミダメ、ED ペンシル投げよ、セミあかん。さあどうだ、三尊セミ投げたところに ED ペンシル投げますけど、まあ、これでね、もし釣れることがあればね、そういうことですよ。おわ、来てる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 、はい、釣れたー。
セミごめん。セミごめん。もうね、セミね、セミやべえ。俺の腕ではセミ無理だったわ。あ、いいですね。はい、バイバイ。TD ペンシル最強説出てしまったな。俺はとにかく諦めの悪い男。おおお、食った。おお。よっしゃ。うわわ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 よ、うわ、でかい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 。うわ、まあまあ、これはね、巻物として使っちゃダメなんだわ。落ちてきた弱った虫。リアルなルアーはリアルさをね、武器にして釣るっていうことだね。それぞれの利点があるっていうことだよ。何センチでしょうか。47センチでした。はい、ありがとうございます。あー、無理だ。あざーす。